岡田将生さん、榮倉奈々さん、原田泰造さん、松坂桃李さん、ジョゼ監督です。先ほどあの舞台の裏で打ち合わせをしているときにですね、監督のネクタイの色を出演者全員で選ぶというワンシーンありましたけれども、今日監督はスーツは新調されたんですもんね。今日朝どこ行ったの？もういいだ俺の話は。映画の劇中には登山のシーンがありまして、山岳部の合宿という設定で実際に登られたお二人にもお話を伺いたいんですが、まあすごい怖い場所ではあったんですけど、まあやっぱりずっとお芝居のことを考えていたので、別に怖いとかそういうやばいこんなとこでダメだとかそんなことを松坂さんがずっとおっしゃってたんで、この人大丈夫なのかなっていうふうに僕はずっと思いながらちょっとイライラしてたんですよね。この人ひどいですね。お二人今回が初共演というふうに聞いておりまして、感想などを伺えたらと思います。すごい喋りやすくて、ユキとしてこう見ていたのでとても心が少しずつこう和らいでいる自分がいるっていうことに気づかされたというか、すごい良かったです。岡田くんはなんか目が純粋なんですよね。すごいなんか小学生と喋ってるみたいで、すごい楽しかったです。可愛らしい人です。二人の会話がすごく可愛らしくて、はい、いつもなんかね遊んでましたね。言葉遊びして。言葉遊び、今ここに急にゴジラが出てきたらどうするっていう質問で、岡田君が逃げますとか、奈々ちゃんも逃げますって言ってたね。はい、本作が第35回モントリオール世界映画祭のワールドコンペティション部門に正式出品されることが決定いたしましたが、自分の作品がこう世界の方々に見てもらえると思った時にすごい嬉しくて嬉しくて、こう映画祭を楽しみながらこうあの時の命という作品を、まあ、監督おっしゃったように共有できたらいいなと思っております。はい、いつかは映画祭に行ってみたいとは思っていたんですけど、まさかこの映画で行けるという風になるとは思ってなかったので本当に嬉しかったですね。国境を越えて見てもらえるっていうのはすごく楽しみです。モントリオールに行けないということだったんですけど、その悔しい気持ちっていうのをちょっと表現していただきたい。まず悔しい気持ちを表現するとしたらこんな感じです。本当にどうもすいませんでした。